それでは、表題の文献を長岡技術科学大学自然言語処理研究室の、多田が紹介させていただきます。本論文は、2016年の ACL の、ワークショップの、論文になります。本論文は、バイオメディカルの、メインで、E ベクトルを生成するための、学習というものを、テーマに、まあ、それぞれの、パラメータの変更だったり、いろいろな、設定の変更、コーパスの変更を通して、E ベクトルを作っていこうというものになります。でこれは、単語分散表現が、入力コーパスだったりモデルのアーキテクチャハイパーパラメータの、各種設定に依存するというものから来ています。で作成した、分散表現については、内部評価と外部評価を行いまして、その、結果を見て、それぞれの、の評価を見ていくというものになります。一般的な、ドメインで、分散表現の研究というのが多く行われてまして、これは、バイオメディカル、NLP の、タスクには、必ずしもそのまま、適用できないではないかというものになります。そこで、バイオメディカルのドメインで、の、コーパスを用いてハイパーパラメータのチューニングなどを行って、それによるパフォーマンスというものを見ていきます。今回の学習に使うデータセットなんですが、右上のこちらになります。PubMed というものと PMC、これも PubMed 由来のものなんですが、こちらの2点とこちらの2点を合わせたものの3通りで学習を行っていきます。で先ほどあった内部評価ですが、これはこちらの真ん中にあります2つの単語の類似性と関連性を評価するデータセットで評価を行っていきます。で外部評価につきましては、バイオメディカルのドメインで固有名詞をメンションするために手作業でアノテーションされたPubMedのからの約2万分のタスクコーパスになります。でこれらのデータセットを使って、学習評価を行っていきます。で今回、単語の分散表現を作る手法についてはワードツベックを、使用して、今、表示されておりますパラメータをで、それぞれ、検証を行っていきます。でこの、太字になっているものが、デフォルトの、ワードスペックのデフォルトのパラメータになりまして、それ以外にも結構、幅広い、通常使わないような値も、使って検証を行っていくというものになります。でここからは、それぞれのパラメータについての実験なんですが、まずサブサンプリングに関しまして、それぞれ、右図の、丸と三角が内部評価、縦線と、あと星ですねが外部評価の先ほどのタスクになります。で 表は上が、内部評価、下が外部評価のタスクの結果になります。それぞれ、このサブサンプリングでは値が大きいものの方が、高い精度を出しています。すいません、内部評価に関しましては、8、10あたりが、高い値を精度を出しています。で、ベクトルの、次元数ですが、こちらは、内部評価におきましては、400、500あたり、200から500あたりで高い評価を出し、外部評価では、それよりも少し低い、200あたりで、高い値となっています。それぞれ、低い値では、やはり精度があまり出ないという結果になっています。
き続きになりますが、学習率の実験です。学習率は、内部評価と外部評価で、少し傾向が変わりまして、外部評価ですと低い値の方が、少し高い精度が出ていて、内部評価では、高い値の方が、高い精度を出しています。それぞれ、コーパスにつきましてはパブメド単体のものの方が、高い評価を出しています。サブサンプリングに関しましては、マビック単語が大きくなる、サブサンプリングの値が、左の値が小さくなるものの方が、内部評価では、高い値、一番下までいくと、少し、下がるんですが、右のグラフを見ていただく通り、だいたい5あたりがピークで、そこから急激に下がるというような、結果になっています。引き続きになりますが、ウィンドウサイズですね。ウィンドウサイズでは、内部評価では、次元ウィンドウのサイズが大きいもので、高い、値を出しているのに反しまして、外部評価では、意外と言ったらあれですが、ウィンドウサイズが小さいものの方が、高い評価を示しています。最後にミンカウントですが、これは、見ていただく通りにはなるんですが、内部評価では、パブメドの、一番右の、コーパスの、200から800あたりが、高い値を示し、外部評価では、ミンカウントが低いものの方が高い値を示しています。これらの通り、内部評価と外部評価で、内部評価がいいからといって、外部評価がいいとは限らないということが、それぞれのパラメータの、結果から、パラメータによる、変更による実験の結果から、見えます。でこれまで、少し長くなりましたが、ここまでの実験に基づいて適したパラメータを設定して、これで、ベクトルを作るためのモデルの学習を行っていきます。でコーパスに関しましては、意外ではありますが、一番大きい、2つのコーパスを合わせた一番大きいコーパスではなくて、その中でも小さい、パブメド単体のものが、高い精度を出したのでこちらとなっています。同様に、スキップグラムとシーボーで、スキップグラムの方が評価が高いということでこちらになっています。でウィンドウサイズですが、ウィンドウサイズ、内部評価と外部評価で値が分かれたので、今回は2つを採用して2通りで実験を行っています。でこちらが結果になります。で上2つが、今回の、今回作成したベクトルによる、タスクの評価になります。で下4つがこれまでの、これまで高い精度を出していた、ものの、タスクの精度になります。で、見ていただくと分かるんですが、特に上から3番目などは、今回の一番大きい2つのコーパスを合わせた一番大きいコーパスと同じようなものを使っているのに対して、小さいコーパスで学習したものであるにもかかわらず、2つともですね、高い評価を出しています。今回は分散表現生成のためのモデルの学習において、さまざまな設定や、コーパスの変更等を行って、内部評価と外部評価の検証を行うための実験をとなっています。でコーパスでは、今回、パブメド単体、大きいコーパスではなくて、小さいコーパスでもで、高いやった中では最高のパフォーマンスを出している、他のこれまでの手法と比べても高い精度を出しているというのが、
大きい、結果となりました。また、異なるハイパーパラメータのパフォーマンスへの影響というのが、多々あるようで、まあ、これは、通常、思ってこうパラメータを設定するのに、反した結果が出てくるということを確認したということでした。まあ、これは、筆者らが行っている一般的なドメイン、過去に Wikipedia のデータを用いた、分析表現の評価を行っているようなんですが、それ と、比較共通で起こっている事象であるとしておりました。以上で発表を終わります。